やめろって、お前いつもも、今にも歯見せちゃいけんか。そう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 。かけてみたけど。文句さ、昨日さ。どうぞ。にゃんにゃん。これはいらんやん。これはいらんやん。お前つけろ。両方。かわいい。やっぱこれは紹介。何を基準にして選んでるんですか？先生はね、もちろん外見よね、外見よね、外見よね。だって外見で人は9割決まるのよ。この本にも書いてあったの。この前ベストセラーだった本だよ。ですよね。絶対外見ですよね。だってかっこよかったらみんなに自慢できるし、この前もみんなにゴーシュのことかっこいいって自慢しちゃった。おい、よせやい、よせやい。みんなキャーキャー言ってさ、もうめっちゃいい気分やって、もう奥山氏もそういう、奥山氏も可愛いでやりますよ。自分の気持ちを伝えようとしてとても豪華な指輪をくれた時、受け取ったよ。あなたはきっとキモいとか何とか言ってその男を振るでしょ。いやいやいや、ミキちゃん、ミキちゃん。それにあなた、たった一人で狭い道を歩いていて背後からストーカーに襲われそうになった時、助けてくれたのがカタクみたいなやつだったりしたらどう？そんな男よりも逃げる途中で出会ったかっこいい男子の方に行くはずよ。あ、っていうかすごい顔タイプです。僕もです。あ、行きましょう。そう、結局男は顔なのよ。いい？分かった。まあお金もあって性格も良かったらいいけどね。まあそんな人なかなかいないからね。さあ、これで授業終了。また来週。先生は何を基準にして選んでるんですか？先生はね、もちろん外見よね。絶対外見ですよね。だってかっこよかったらみんなに自慢できるし。
もみんなにゴーシュのことをかっこいいって自慢しちゃった。おい、よせやよせや。そしたらみんなキャーキャー言ってさ、もうめっちゃいい気分やって。もせいぜいもせいぜいじゃない、男中身やしな。けどさ、性格大事やけど、やっぱ男カメやって。きっとキモいとかなんとか言ってその男を振るでしょ。それにあなた、逃げる途中で出会ったかっこいい男子の方に行くはずよ。結局男は顔なのよ。いい？分かった？まあお金もあって性格も良かったらいいけどね。